おはようございます。今日も晴天です。何日の晴天続きかな。もうね、乾燥してね、どこ触っても静電気ビリビリ状態。もう髪の毛もね、逆立ってますね。もうわあ、綺麗です。ぐるぐるぐる、いつもの。これが恒例ですね。じゃーん映ってるかな。今日は色付きメガネ、帽子もベレー帽なんですけど、変な格好ですね。いや、誰もいないから綺麗です。今日はちびくんも一緒にお散歩です。どこまで行けるかな。今日はボール遊びにする？歩く？あ、なんかやっぱり動物の足跡がありますね。なんだろうね、タヌキかな、エゾシカかな。ね、これ生き物が歩いた跡ですね。今日の牧草地でなんか歩いてんのかな。やっぱり匂いがね、すごく気になるみたいですね。誰かが通ってますね。歩いてますね。やっぱりエゾシカかな。ねえ、私が寝てる間にここで何があるんでしょうね。なんかもうサファリパーク、ナイトのサファリパーク状態なんでしょうかね。なんか見てみたいんですけど。ねえ。気になる？匂い気になる？チビ。チビ、誰が通ったん？ここ。かなり大きい生き物だから、やっぱりエゾシカよね。エゾシカってね、美味しいんですよ。ほら、タツキ。エゾシカってね、北海道来て初めて食べたんですけど、美味しいんです。あっさりして、ね、ご近所さんで、ハンターさんがいるんで、たまに鹿肉、お裾分けいただくんですけどね。カツにしたり、カレーに入れたりして食べますね。本当にヘルシーですね。なんか、需要競争にいいかもしれない、やっぱり。で、北海道のエゾシカってやっぱり寒さに、耐えてるから、割と奈良の鹿よりも大きいんですよね。で、寒さに耐えるだけの脂肪を蓄えているので、奈良の鹿よりも大きいし、で、お肉も美味しいですね。私、本州の鹿の肉は食べたことないんですけどね。あれ、何だったっけ、イノシシ？ボタン鍋をお味噌味ですよね、ボタン鍋ってね。イノシシは食べたことあるんですけどね、本州の鹿は食べたことないんですよ。で、北海道来て初めて鹿肉を食べた。で、どこの道の駅だったかな、知床の道の駅とか、摩周の道の駅では、エゾシカバーガーとかが売っててね、美味しいんですよね。デミグラスソースにぴったり。もうね、エゾシカって増えすぎてるらしくって、まあ駆除の一環なんでしょうね。本州もシカが増えてるらしいですね。なんかハンターさんが少ないから、本州も大変だって聞いてますね。北海道は多いのかな、ハンターさん。どうなんだろうか。雪が溶けたら、ヒグマも冬眠から目が覚めて、この辺をぶらぶら散歩してるらしいんですよね。私はヒグマはね、車の中から見たことありますね。阿寒の近くでね、国道沿いに。ふっと、車、助手席乗ってて、ふと何気なく窓の外見たら、ヒグマの顔がボンともうびっくりしましたけどね。もう
衝撃でしたね、あれはね。あの動物園でもないのにヒグマが歩いているという。もうあの、サファリパークです、もう。北海道はね、鹿も突然出てくるしね。同じ日本とは思えないけど、でも、まあ、本州もね、鹿が増えすぎてるっていうのは聞きますし、ね、あの、ツキノワグマもね、出没するんですよね。日本って飛行機から眺めてたらほとんど山しかないですもんね。北海道から大阪ね、ずっと、あの、窓の外を見てたら、ほとんど山ですわ、日本ってね。今日はあのメガネがね、色メガネなんで目が楽です。ちょっとあのあんまりね、あのこういう過疎地で色メガネかけて歩くのはね、なんか不審者みたいで嫌なんですけど、着きました。見えるかな、川。あのね、あのこの川の流れっていうのがいいですね。まあ、今日もなんか歩いてたらね、ほかほか体も温まってきたんで、いつものとこまで行けそうです。昨日もなんやかんや言いながら結構長く歩いてましたね。ボソボソ喋りながら、あ、そういえばエゾシカこの間去年いただいたやつ、まだ冷凍庫に冷凍して保存してあるので、またカレーでも作ろうかな。エゾシカカレー、ほんとこれね、美味しいんですよ。もうね、これはやっぱり北海道に住んでてハンターさんご友達にないと、そのハンターさんもね、関西出身の方でね、またこの、 あの上手なんですよ、あのやっぱりあのおろし方ですか、まあ、取るのも大変だろうけど、やっぱり解体してね、美味しいお肉にするまで、そういう処理を、後の処理がね、やっぱりもうすごく上手で、最初はね、なんか自信なさげにね、おっしゃってたんですけど、いやいやもうね、いただくたびにね、もう完璧な処理、死ぬ気とかするんでしょうね。まだ若いからね、楽しみなあのお兄さんです。チビ、帰ろうか、帰ろうか。この雪を踏みしめる音って、なんか懐かしいっていう、懐かしいっておっしゃるあのコメントが何件かいただきましたね。そういうもんなんでしょうね、この雪を踏みしめる音。私はね、あの動画を編集しながら、あ、ちょっと音うるさいなって思うんだけど、あ、懐かしいって思ってくれる、今はね、とか雪のないとこに住んでる方がそういうふうにおっしゃるんで、なるほどなって思いましたね。私があの地下鉄の満員ラッシュを懐かしいなって思うのと一緒なんでしょうかね。今はね、懐かしいなと思いますよ、あの通勤ラッシュね。もう夏なんてね、もうなんか地下鉄ってあの乗り換えしますからね、その乗り換えの間がなんかもうね、もうなんていうの、もう酸欠になるような、もう酸素ボンベが必要な真夏なんてね、そんなね、過酷な通勤でしたね、大阪もね。でも今では懐かしいですよ、そういうのもね、だからたまに大阪帰って御堂筋線乗ったら嬉しいんです。だからこういう雪道もね、懐かしいって思う方がいらっしゃるんですね。まあ、そういうふうに思ってくれて、動画でね、こうやってあの思ってくれたら嬉しいですね。では、今日も一日頑張ります。ちょっと後で、もしかしたら、長バス乗ってる風景でも撮ろうかな。いいお天気だし。
それではチャンネル登録お願いします。もう言っちゃいました。それでは失礼いたします。一旦失礼いたします。